これで X が消えるから。なるほど。でも私は市川に勉強教えてもらったことはないからね。そっちの方がずるいからね。怒ってんの？でも遅かったのね、ユージ。友達と遊んでたんだよ。そう、それはいいことだけど、まさか女の子？そうだけど。どこで、なんてこういうことするとね。悪かったよ、ちょっと腹減ってていいものがなかったからさ。だからって食べていいとか言うもんじゃなかでしょ。いや、本当に悪いって思ってるんだって。だからほら、代わりにすき家もん置いといただろ。水田くんじゃん、久しぶり。久しぶり、まどこさん。安心した、今年も不愛想だね。デビューする。でも市川くん教え方うまいよね。山田が言ってた。最近結構話すよね、市川くんのこと。今笑った？笑ったよね。結構どこに、なんていう子？サチって子。どこに住んでるのかは知らない。今度その子うちに連れていらっしゃいな。いやだよ、そうやって姉ちゃん。これは醤油、うまかとよは豚骨、全然違うとよ。もういいじゃねえかよ。この春に入った芸術大学で僕は3人の同級生とシェアハウスすることになった。デビューするほどの場所じゃないよ、高校なんて。おお、言うねえ。なるほどなるほど。何か。いやいや、結局通信講座始めることにしたんだって。だから代わりに私が教わろうかな。ダメ？いつも俺の友達をいじめるじゃないか。失礼ね。あなたの友達にふさわしいかどうか判断してあげているんじゃない。俺に友達を作れって言ったのは姉ちゃんだろ。男2人女2人、夢のような共同生活が始まったんだけど。話は聞かせてもらったわよ。つらゆきダメでしょ、勝手に人のものを食べるなんて。共同生活ではやっちゃいけないこと。ねえ聞いていい？初恋の人ってどんな人だったの？は？よく笑う人だったかな。そっか、ダメ。いいけど。じゃあ理科ね。それ歴史。こっからが理科で、こっからが数学。わあ、笑った。女友達を作れと言った覚えはないわ。どうして女の子ばかりなの？私が嫉妬するのがそんなに面白い？あのさ、ね、そりゃね、わかるわよ。あなたは顔も私に似て女の子のように可愛らしいし。どうしたのよ、みんな黙っちゃって。いや、七子、服。服？散歩の楽しみが増えちゃいました。香織さんもナイト君も。それでは。ゆうやさん。ゆうやさんは、物静かで乱暴は嫌いだし、一見なよっとしているくせに意外とスポーツが得意だったりするし、何より優しいものね。そりゃいい感じにモテるでしょうよ。私はそれが気に入らない。あなたの初恋がまどかさんなんだと思ったら、なんかムカついてモヤモヤして、どうにかしなきゃって。初恋はよく笑う人だって。おい、別に。ありがとう。でクエストお疲れ様でした。それはもう全然気に入らない。もしどうしても女の子の友達が欲しいのなら、私に許可をもらうこと。私の許可した女の子以外と仲良くなることを禁じます。いい？見ないで。気が中なの忘れてた。いいパンチ打つ。ミユさんとお付き合いをされてるんですか？それはないよ。そもそも俺なんかじゃ釣り合わないよ。そんなことありません。分かったよ、姉ちゃん。そんな顔をしないで、ユージ。いつか必ずあなたにふさわしい女の子を私が見つけてあげるから。わらわが叩き直してやろうぞ。
するなんてアレンジですわ。クイーン様とデートですって。羨ましいです。私もクイーン様とデートをしたいですわ。から将来あなたがナチュラルに女の子を泣かせる男になっちゃわないように気をつけるものがありながら。三玉ちゃん、もっとユキトに褒められたからって惚れたりしちゃダメだからね。どさくさに紛れてわらわの体を揉みしたくとは。エッチな少年じ、さらにオーラがマシマシに。ごめんなさい。よくないです。むやみに婚約者を増やすようなことをしないでください。旦那様、今日もいっぱい愛し合おう。愛